小里貞俊都8月17日から2016年12月14日は日本の政治家。衆議院議員、自由民主党総務会長、自由民主党国会対策委員長、労働大臣、北海道開発庁長官、沖縄開発庁長官、総務庁長,長官、阪神、淡路大震災復興対策担当大臣、高知会会長、鹿児島県議会議員を歴任した。 国政進出以来一貫して、整備新幹線事業に携わり、ミスター新幹線の異名を取った。長男は、衆議院議員の尾里康弘、鹿児島県霧島町出身。旧制鹿児島県立カジキ中学校から学生改革によって、鹿児島県カジキ高等学校となった同校を1949年に卒業。 地域の復興のため青年団活動に尽力し、1954年と1955年には、鹿児島県青年団協議会会長を務める。1959年、鹿児島県議会議員選挙に立候補し、初当選。以後6回連続当選を果たし、1975年からは、県議会議長も務め1979年には、 全国都道府県議会議長会会長に就任。1979年の6 0後まもなく県議を辞職。第35回衆議院議員総選挙に旧鹿児島2区から自由民主党公認で立候補し、当選した。高知会に所属し、宮沢喜一らに代表される、官僚出身者が多い同派にあっては、数少ない当人派であり、長らく田中六助に支持。 その後は加藤浩一を支えた。1990年第二次回復改造内閣で労働大臣に就任し、初入閣を果たした。1991年に自由民主党の副幹事長に就任した。1994年、河野洋平自由民主党総裁の下で自由民主党国会対策委員長に就任。羽田内閣で 閣外協力に転じた日本社会党の村山、富市委員長、同党国会対策委員長の野坂貢献らと森吉郎自由民主党幹事長と共に水面下で接触し、自社さ連立政権樹立に向け交渉を進めた。村山内閣では北海道開発庁長官兼沖縄開発庁長官に就任し、二度目の入閣を果たした。 1995年阪神、淡路大震災の発生を受け、同年1月20日、閣内移動により北海道開発庁長官兼、沖縄開発庁長官の職を離れて、専任人の阪神、淡路大震災復興対策担当に就任。復旧、復興の陣頭指式に当たった。1996年衆議院、予算委員会筆頭理事に就任。重点国会で、 第一次橋本内閣を追求する新進党との激しい攻防戦を展開。新進党側の理事である小沢達を森本孝治らの抵抗に屈することなく採決させるなど重戦法案の成立に尽力。2000年森吉郎総裁の下で自由民主党総務会長に就任。加藤の乱に際しては加藤光一、山崎拓に 内閣不信任決議案に賛成投票をせず、本会議欠席に止めるよう説得。その裏で、野中広武幹事長と交渉し、本会議を欠席した議員に対し除名などの処分を行わないことを約束させる。加藤、山崎による第二次森内閣当閣運動は、結果的には不発に終わったものの、当役員人事で、小里は総務会長を離任。 加藤の乱を契機に、堀内光浦加藤派の反加藤グループが離脱して、少数派閥に転落した加藤派に残留。2002年に、加藤光一が議員辞職したため、派を預かり小里派会長に就任。2005年の第44回衆議院議員総選挙には、立候補せず、政界を引退した。引退後は、自民党整備新幹線と鉄道調査会参与を務める。 2007年5月、福井市内で開かれた福井県新幹線促進大会に招かれ、北陸新幹線の福井県内延伸の見通しについて特別講演を行った。同年10月、九州新幹線開業における小里の業績を検証する小里佐里都市先生協像が鹿児島中央駅構内に建てられた。2016年12月14日、肝不全のため、 鹿児島市内の病院で死去。86歳暴打つ没後に、生産医に上された。小里の趣味はオートバイで、自らの公式サイトにも、愛車のハーレー・ダビッドソンでツーリングする写真を、掲載するほどである。1997年9月に、ロッキード事件で、有罪判決を受けた佐藤孝之が、第2次、橋本改造内閣発足後間もなく、 総務長長官を辞任した際、内閣総理大臣の橋本龍太郎から公認に指名されたが、その時、党の大里は熊本県下をバイクでツーリング中だったという。橋本からの入閣要請を受けた大里の秘書はすぐに携帯電話で大里に向けて橋本からの入閣要請の連絡を行ったところ、大里は自分の携帯電話の電波の受信状態が良くなかった。 ことで話を聞き取れず、やむなく公衆電話を探して、東京の議員会館事務所に連絡を取り、ことの次第を知るとすぐ、熊本空港に向かい、自分のバイクは知人に預けたままツーリング用スタイルで、東京国際空港業の航空便に登場し、羽田で待ち構えていた秘書から、背広服を受け取って急ぎ着替えて、総理大臣官邸へ向かったという一幕があった。この件に関しては、 国会の審議で自ら事情を明らかにした。小里は交通事情を改善することで地方と東京との経済格差を改善するという思いを持って中央政界へ進出し、地元の鹿児島へ向けた九州新幹線など整備新幹線に携わってきたことからミスター新幹線との異名を持っていた。小里は郷里鹿児島の大物政治家であり何かと張り合う関係にあった。 二階堂進むと、山中定則との間で干渉在的役割を担っていた。二階堂と山中が健在だった当時は、小里と三人で霧島神社に正月参拝するのが恒例行事であった二階堂、山中の両者とも小里が入るんだったら構わないとこれを受け入れてくれたという。ありがとうございます。